ちょっとゆっくりしていきましょうか、坊や。ああ、そうだな。でも、わからないものね。何がだ？だって私たち、最初に会った時は殺し合った間柄よ。それが今はこうしているなんてね。そりゃこっちだって驚きだよ。そもそも最初は女性だなんて思わなかったわけだし。そこなのよね。私、坊やにある疑惑を抱いているのよ。疑惑？なんだ？まさかとは思うけど、坊やが私の命を助けてくれたのって、私が女だからなのかしら。もしも私が男だったら？いやいや、関係ないから。俺はファナティオが女でも男でも助けたよ、本当に。焦るところがまた怪しいわね。でもそうだとしたら、いろいろと説明がつくのよね。あなたの周りに女性が多い理由とかね。つまり俺が女性だけを選んで助けていると？そこまでは言ってないわ。ただそう考えれば、それはもう言ってるも同然だろう。それで助けた見返りとしてあれこれを要求したりしているのかしら。してないから、勘弁してくれ。そうならよかったわ。俺がファナティオを死なせたくなかったのは、ファナティオの心、ファナティオが美しい心を持っているのは。なんだよ。そんなに身構えなくていいわよ。ただ坊やの言葉が嬉しかっただけ。ファナティオが言うと全部に裏があるように感じるよ。なら、そうかしら。でもともかく、ありがとう。性別に関係なく私と向き合ってくれたことは嬉しいわ。ファナティオ。それにしても坊やも勘が悪いわね。聞きたかった言葉を得られるまでここまでかかるなんて。聞きたかった言葉？ねえ、私を助けてくれた理由を坊やの口から直接聞いてみたかったのよね。だから坊やがそう言ってくれるようにちょっと仕向けてみたんだけど。もしかして俺が女性しか助けないとか言い出したのはそのせいか？うまくいってよかったわ。ああ、なんだか手のひらの上でいいように転がされてる気がするよ。あら、人のことを魔女みたいに言わないで。